意外と知らない雑学。電気自動車は本当に買いなのか。オーナー約500人アンケートで分かったメリットデメリットは、トヨタも電気自動車 EV 開発へシフトしつつある昨今、世界中で EV に関するニュースが飛び交い、 EV の開発は日進月歩で進んでいます。そんな中、2018年1月に日産自動車が新型リーフのオーナー489名にアンケートを実施しました。今回の動画では、 EV 電気自動車のオーナーが感じた使い勝手や日頃の充電環境など、車購入後に感じたメリット、デメリットなどをご紹介します。 EV 電気自動車の購入を検討した理由。新型リーフオーナーへ、初めて EV の購入を検討した時期はいつですか？という質問に対して、新型日産リーフが発売された2017年という回答が一番多くありました。購入理由は、航続距離が伸びたから、206人が約半数で、先進技術78人、試乗してよかったから46人。これは2010年の初代リーフの発売から比較すると約5倍以上評価したという結果となっています。車を購入する選択肢の一つとして EV が含まれやすくなったと感じるか、という質問に対して、とてもそう思う176人、そう思う247人が全体の 87% という結果となっています。もはや EV 電気自動車は自動車購入の際の普通の選択肢になっていることがわかりますね。その他には、先進技術176人、燃費の良さ90人という回答が多くを占め、ガソリンと比べた時の維持費の安さ、ガソリン価格の高騰という回答もあり、ランニングコストも検討理由となっていることが分かりました。充電は思ったより手間がかからない。自宅に充電設備がありますか？という質問に対して、あると回答した人は 75%、 366人。月間走行距離は 500km 以上、 1000km 未満195人、 500km 未満143人が多く、利用頻度に関してはほぼ毎日、366人が 75% と圧倒的に多いことから、通勤などで日常使いをしている人が目立つ結果となっています。また、1週間の充電回数は0から2回361人が最多。自宅に充電設備がなくても EV を購入できる環境が整ってきていることも分かりました。EV 電気自動車への買い替えで家計の節約になった。 EV はガソリン車に比べ家計の節約になると思いますか？という質問に、とてもそう思う 37%、 180人、そう思う 46%、 225人が合わせて 83% を占め、燃費が圧倒的に安いという声も出ました。さらに月会費2000円で全国5500基以上の急速充電器が使い放題となる日産ゼロエミッションサポートプログラム2 DESP2 の使い放題プラン、加入者は全体の 95%、 433人。 DESP2 に加入した新型リーフオーナーは月々約1万2000円の節約になっていることも分かりました。ガソリン車よりも遠出が快適。長距離ドライブでは、片道 100km 以上の遠出をしたオーナー256人を対象に、快適だったかという質問に対して、とても快適だったが 34%、 快適だったが 45% と、約8割がガソリン車より EV の方が快適だと回答しています。理由としては、静かで乗り心地抜群や、プロパイロットで運転が楽になったという声が多く、その一方で、走行距離がもう少し欲しいという意見や、充電装置を他社が使用していて充電ができず、航続距離が心配、エアコンの節約など気にすることが多い、など航続距離や充電面を気にする声もありました。
購入者の約 90% が満足と回答。最後に新型リーフに満足しているかという質問に対し、89% のオーナーが非常に満足、149人、満足、287人、という結果となりました。中でも E ペダルとプロパイロットが高い評価を得ており、充電や航続距離に関してはネガティブな評価もあり、今後の課題や対策が必要なようです。とはいえ 89% のオーナーが満足しているというアンケート結果は、購入を検討している人にとって大いに参考になるのではないでしょうか。少しでもお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。